5人組バンドワッチの新曲どんな小さなが、俳優でシンガーソングライターの松下洸平が主演を務める日本テレビ系ドラマ放課後カルテ10月12日スタート。毎週土曜あと9時の主題歌に決定した。原作は密生真由志の同名漫画講談社 BE ラブ書斎東多摩大白小学校を舞台に、文句ばかりで口も態度も大きい小児科医牧野松下がその観察眼で言葉にできない SOS を見抜き、未来に向かう子供たちの背中を押す保健室ヒューマンドラマとなっている。同楽曲は同ドラマの制作スタッフの思いを聞いて書き下ろされた。作詞作曲は橋口洋平、舞踊 GT、 編曲は村中英二 GT が手掛けた。困難や自分の弱さと向き合い葛藤しながらも強くなりたいと願い懸命に生きる君に寄り添う応援ソングとなっている。